こんにちは。スプレーアートアーティストよしこと川野義彦です。今回は出版について話していきたいと思います。2015年2月2日に出版しました金なし金なし才能なしでも人生を後悔しない僕が選んだ生き方という本ができるまでの話をしていきたいと思います。でこの本は僕の自伝と言われるノンフィクション、つまり全て実話で書かれているんですけども、この原稿を作るまでにいろんな苦悩がありました。自分の過去を見つめ直し、現在の瞬間瞬間を思い切り生きて、そして自分が理想とする未来を輝かせる、そういった過去現在未来全てが詰まっている本になったんですね。この本を出版していただいたメタモル出版の編集者さんは、僕の生き方だったり僕の情熱を本当に理解していただけました。そういった出版をするためには自分のことを本当に理解してくれる編集者と出会う必要があります。僕がその編集者と出会ったのは約1年前のことでした。1年前に企画プレゼンをやって、そのプレゼンの時に出会った編集者さんに、初対面で僕の考え方だったり教育論だったりこれまでの人生っていうものを真剣に話したんですね。やはり出版をしたければ出版関係の人にいろんな人に会って自分の考えを伝えてみるっていうことがまず重要だと思います。それで僕は編集者さんに自分の原稿を書いて送りました。まあ、初めは5万字ぐらいだったんですね。でそれを原稿を編集者さんに送って、もっとここをこうした方がいいよとか、もっといい場所をこうした方がいいとか、いろんなアドバイスをもらいました。そしてアドバイスをもらって、でそれをもっと遂行して書き直す、それの繰り返しだったんです。やはり自費出版じゃなくて実際にある出版社から本を出す、つまり商業出版をするためにはその出版社のカラーに合わせなくちゃいけないんです。そういった意味でも自分の思いは一回原稿に詰め込んで、そして編集さんに渡す、そして編集者さんからフィードバックをもらった時にそれを 100% 活かすんですね。つまりアドバイスを素直に受けて原稿に反映させると、そうしていくことで自分の原稿が出版社のカラーに馴染んでいきます。著者である自分と出版社の編集者との二人三脚で一冊の本が出来上がっていくんですけども、そういった出版への情熱、そしてちゃんと実践するっていうその行動が最もその出版に必要な必須要素だと僕は思います。昔から本を出したい、出版をしたいっていう人はものすごく多いんですけれども、現在出版業界は不況なんですね。つまり本が売れない時代になっているんですね。ということは売れる作家さんの本をどんどん出して、そして文明作家の本は売れる要素がなければ出さないっていう感じになってきます。けれども作家の卵を編集さんは探してるんですね。それはどこの出版社もそうですけれども、そういった本が出せる作家になるということをネットにおいて毎日行動していただければと思います。最後まで聞いていただきありがとうございます。